北朝鮮の祖国平和統一委員会は、23日、重大報道を発表、韓国のパククネ大統領を除去するための報復戦に入ると威嚇した。同委員会は、米韓両軍が、金正恩第一書記ら指導部を狙った斬首作戦や精密攻撃の訓練を実施したと主張し、最高尊厳に対する挑発であり、容認できないと非難した。その上で、逆賊パククネをこの地から除去するための報復戦に入ると宣言。北朝鮮軍の大口径多連装ロケット砲が、青瓦台韓国大統領府を瞬時に焦土化できる体制にあるなどと警告した。これに対し、韓国統一省報道官は、23日、我が国の国家元首と国民に対するテロの威嚇であり、決して黙認できないと批判。我が軍はいかなる挑発に対しても断固たる対応を取ると警告した。